クボルワンを演じさせていただきました玉城ティナです。昨日無事に初日を迎えて、先ほど舞台挨拶1回目をしたんですけど、その時は上映後でマスコミさんもいらっしゃらなかったので、なんかすごくリラックスしてトークできてたんですけど、今急にたくさんのカメラがあることに急に緊張しています。はい、でも最後まで楽しくおしゃべりできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。本当にカメラ前でお互いの持っている感情っていうものをそのまま差し出し合うような関係性のお芝居ができたかなというふうに思っているので、ごめんなさい、すごいカメラがカシャ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 してるのがちょっとごめんなさいね、気が散っちゃったはい、でもすごく私も稲垣さんにも助けられていますし、私の方が年下ですけど役の中で引っ張っていかなきゃいけないところとかもあったりしたんですが、なんか何でも来いっていう感じで受け止めてくださったのがすごく印象的です。やっぱり引きでというか全身2人で映ってたりするところが、まあ、他の映画だとなんかすごい生まっちゃった他の映画だとこう寄りが何でしょう続いたりとかっていうのも私自身多かったので、引きで2人がこう関係性的なものがすごく浮き出るシーンも多かったので、はい、見ていて気づくことがたくさんありました。